おし、今日こそ俺が一番釣ってやれ。いや、絶対負けない。俺が勝つ。俺だって負けないぞ。何言ってんだ、俺だって負けない。俺が勝つ。誰？月島。ご家老様の若様だよ。黒知らねえの？話したことない。いっつもあそこから見てるよな。一緒に遊ぼうか。やめとけって。母上が言ってたけど、あいつなんか体すげえ弱いとかで。マジ弱えよ。すぐ熱出すし。それに若様だから、何かあったらこっちが大変だって。何かって何？知らねえ。先行ってんぞ。来いよ。お前さ、遊びたかったら遊びたいって言えよ。でも俺、みんなみたいに走ったらダメだって言われてって。体弱えなら鍛えろ。男だろ、男。せやー、仲間に入れていいだろ。いいよ。よし。え、じゃあ行くぞ。ちょっと待って、そんなに速く走ったら。平気だって。しっかり捕まってな。月島の手は冷たくて白くて小さくて。俺は黒田だ。どうしてくれ。島殿にお目通り願います。なりませぬ。どなたも入れてはならぬと仰せつかっております。月島に話さねえといけねえことがあるんだよ。月島、月島。ひどい有様だな。動いて大丈夫なのか？っていうかお前、大きな声を出すな。夜中だぞ。怪我どんな具合だ？大したことねえよ。包帯を大げさに巻かれてるだけだ。瀬谷はどうだ？重傷を負ったと聞いてるが。怪我もひどいが、今精神的に口を聞ける状態じゃねえ。やわな神経はしてねえやつなんだが、一体戦場で何見てきたんだか。そうか、心配だな。見舞いに行ければよかったのだが。聞いた、お前が全責任を負うって。ああ、うん、あとはよろしくな。よろしくって。うまくいったら
また三人で花見したかったんだけどな。なかなか世の中はうまくいかないな。瀬谷のこと本当に心配だから、俺の分までそばにいてやってくれ。頼むよ。お前はまあ何があろうとしぶとくしつこく生きそうだから、全然心配なんかしてねえんだけどな。なんだよ怖い顔して。ただでさえ極悪面なのに。つうかお前ってさ、結局いつでも最後に美味しいとこ持っていくんだよな。え？いずれ藩士とかに殿のお命は月島の切腹により救われたとかなんとか書かれるわけか。随分とうまい具合に立ち回ったもんだなぁと。黒田、無礼だぞ。だってそうじゃねえか。何？死ぬ奴より大変なのは生き残った奴らだ。あんたと勝手に後始末押し付けやがって、こっちの身にもなって見やがれってんだ。違う黒田、お前違う。言っていいことと悪いことがあるぞ。こんなことが言いたいんじゃない。誰も言えやしねえ。お前に会った代わりに俺が言ってやってんだ。言いたかったのはただ一言。俺がお前に言いたかったことは、そんなこと言いに来たのなら帰れ。俺が言ったんだ。てめえ分かってねえだろ。死ぬ本人はな、死んでしまえばそれではいおしまいなんだよ。土に戻って終了、それだけだ。困るのはな、残った人間どもでな。てめえの後始末でなんじゃかんじゃと片付けねえといけねえし、物理的なことが終わっても思い出とかいうたちの悪いのが残るんだよ。そういうのはっきり言ってすげえ迷惑なんだよ。ヘラヘラしながら言ってんじゃねえよ。どうせ死ぬならな、俺の思い出こと持ってってから死ね。だったらもっと迷惑かけてやる。昔からお前は俺のこといつもいつも茶化してばかりして、セヤの言うことはちゃんと聞くくせに俺のことは全然で、お前なんか、お前なんか大嫌いとか言いてんだろ。先に言うな。お前はいつもそうだ。そうやって人を、俺だっててめえなんか嫌いだよ。うるさい。俺は大嫌いだ。お前なんか、月島。やめ、黒田、よせ。もういい。俺もお前も喋るな。朝が来ればこれまでの日常は消えてしまう。だからこの当たり前だった日常を自分に焼き付けて、消えない火傷に刻みつけ、朝が来ても俺はただいつも通りに呼吸を続けるだけで、泣きなどしない。なぜ
く必要がある。島のご家老が切腹なさったそうだ。まだ若いのに気の毒だな。しかしそれで殿様の命が助かるなら当然じゃねえの。そうなるかね。ああ。でもまあこれでこの藩もとりあえずは安泰ということで、そう考えりゃ本人も本望じゃねえの。ただとばっちり受けて死んだだけな気もするけどな。クロだ。やっと見つけた。セヤか。お前、老けたな。心配させるにも程がある。今までどこにいた。行方不明になるなら行き先を言ってからにしろ。なんだそれは。手に職があると重宝するなとつくづく分かった。電気修理やら時計修理だの、何でもやるぞ。しかも安心料金。おかげさまで刀捨てても普通に暮らせてる。ったく、お前は。すまん、先客がいたのか。月し…黒だ。お前…昔見せたことあったろ。人間の愛情入れたら人形が人間みてえになるってやつ。今んとこ試作機だがうまくいってんじゃねえのかな。人形、これはまだ話せねえけどな。人形が喋るのか。一応そう設計してある。俺の愛情って言ってもな、どの辺まで感じてんだが経過見てみねえとわからん。うまくいきゃ高く売れると思うんだけどな。お前にも一体やろうか。結構面白いぞ。黒だ。こんなことをしても月島は戻ってこない。アホかお前は。俺が月島を忘れられなくて代わりのものをこさえてるってか。安心しろ、あいにく俺はそういうデリケートな人間じゃなくてな。あんなやつ作ったところでどうせまた喧嘩だ。黒だ。
四ツ谷財閥の方からお電話ですよ。悪いな、この人形のこと早速どっかから聞きつけて、欲しいって成金が結構いてな。そういうことで、金には困ってねえから安心しな。また来る。俺のことはいいから、てめえのこと心配しな。死神みてえな顔してやがる。そう思うよな、試作機くん。過去を引きずっているのは瀬谷の方だ。月日の流れというものは恐ろしいもので、今となっては月島がどんな顔をしていたのかすら薄らぼんやりとしか思い出せない。そんな自分が身代わりなんてものを作るわけがない。バカバカしすぎる。ああ、今年もよく咲いてんな。知ってるか、桜はな、咲く直前のつぼみの時期の夜に見るのがいいんだ。ピンクの薄霞みてえでな。おい、こら！まあいっか、ガキは遊べ。何？くれるのか？完成。はい。で、だ。まさか、言葉を覚えた。見たら、俺って、いける、いいから、お前、花、好き、だから。やる。それが初めて発した言葉。ハイブリッドチャイルドは持ち主の鏡。俺の何を映し出した？俺はお前に何を与えた？白くて小さくて冷たい手、走っても走っても月島の手は冷たいままで、だから俺は早く温めてやらねばと内心焦りまくっていて、転ばないように離さないように。一生作り続けるのだ。それが無駄なことと知りつつも好きなのだ。それ以上でもそれ以下でもなく、ただ本当に心から
どうしようもなく、あいつのことが。残るのは後悔と解雇と未だ溢れる連母の情と。夏草の匂い。白雲の風。幾年経ても私は一人。